芸能界の大物アナウンサー祇園の大作法を勉強させるために赤坂の料亭から若い芸者さん5人を新幹線で連れてきたんだよミノモンタは1944年に東京で生まれた日本の司会者ニュースキャスターである1週間で最も長い時間テレビの生番組に出演する司会者としてギネス記録に認定された多くのテレビ番組で司会業をしていたミノモンタだが芸能事務所の経営もしていた2004年2005年の長者番付では芸能人として1位だったまた2013年には総資産が50億円と報道された 信仰のあった古田一郎が京都のた若いい女性5人を連れて歩いて歩きた。古田ちはこんなに早い時間から自分を楽しませるために引き連れてくれたのかと尋ねるとミノモンタは笑って否定した赤坂のお店から承諾を取って祇園のお作法を学ばせるために東京から引き連れてきたと言った古たちはミノの行動力と人を喜ばせる心遣いに驚嘆したご視聴ありがとうございますチャンネル登録高評価をお願いいたします